1960年代後半の英国製スポーツカーの名案 MGC とトライアン p TR4 は1960年代後半の英国製スポーツカーの名案を表しているいずれも先進的とは言えない量産車由来のドライブトレインを美しいボディで包み1200ポンド前後の英国価格で提供されていた TR-4 は1961年から1967年に約6万9000台が売れ確実な成功をつかんだそのうちの6万3000台は北米市場へ輸出されたジョバンニ・ミケロッティ氏によるイタリアンなスタイリングがアメリカ人ドライバーの心を射止めた英国価格は MGB より100ポンド高かったが 滑らかに回る 2138cc の4気筒エンジンと、1965年以降は独立喧嘩式になった。リアサスペンションが価格差を正当化した。基本的には TR3 の進化版だったが、最高速度時速 177km を実現していた。その頃の英国市場では、 オースチンヒーレー3000などの大柄なスポーツカーと、1798cc で時速1 6 0トルを叶えていた MGB、といった小柄なスポーツカーの間に TR4 は収まった。巧みにモデルギャップを埋めていた。強化される北米の安全規制がなければ、後の親会社のブリティッシュモーターコーポレーション、BMC、 このヒエラルキーへメスを入れなかっただろう。しかし、MG ブランドから 3.0L の後継モデルが誕生することになる。1967年の発表時から6気筒の TR5 と MGC は、同じ BMC 参加で対立関係にあった。結果として、アンダーステア傾向の強い特性などで MGC の評価は、伸び悩み、 2年で終了へ追い込ままれてしまう見た目も MGB とほとんど変わらなかったボンネットバルジと体型ホイール程度の差だった当時の厳しい評価に疑問を抱く能力今振り返ると当時の厳しい評価には疑問を抱く MGB に154ポンドを上乗せすれば 最高速度時速 193km と6気筒エンジンが手に入った。フロントサスペンションは、トーションバー式で MGC 独自の設定だった。確かにメインベアリングを7枚持つエンジンは、最高出力が 5PS 落とされたオースティンウェストミンスター。由来のユニットで回転が鈍い。だが、 十分な価格価値を備えていたと言える。他方で TR4 の人気が後押しし、6、気筒エンジンの TR5 は比例3000を失ったドライバーを満たした。1969年までに MGC は8999台しか売れていないが、TR5 は1967年から1976年までに、 約10万6千台がラインオフしている。現在、1万8千ポンド、約289万円を用意すれば、悪くない状態の MGC を英国で探せる。ライバル関係にあった TR5 は、同年式では、5万ポンド、約805万円を下らない。その代わり、4気筒エンジンの TR4 や、 改良版の TR4A なら予算に軽く収まる。6気筒の MGC とは個性が大きく異なるけれど、TR4 はセパレートシャシー構造で、その起源が1950年代にあることを伺わせる。ウッドパネルのダッシュボードは豪華で居心地が良い。MGC はブラックのレザートリムで仕立てられシックだ。 ゆったり走る特性を活かし、メルセデスベンツ SL のようにまとめていれば、MGC の運命は違っていただろう。手頃で豪華なグランドツアラーとして。しかし、ヒーターですら15ポンドのオプションだった。ドライバーの腕を試すような能力。TR4A のリア側には小さなベンチシートが備えられ。 子供なら座ることができる。サリートップと呼ばれるソフトトップはフレーム付きの MGC より開閉が簡単。アルファロメオスパイダーのように片手での開閉は難しいが TR4 はリジットアクスルだが改良版の TR4A はセミトレーリングアーム式へアップグレードされている。 直接比較しなければ違いを体感しにくいが、ドライバーの腕を試すような能力を秘めている。ステアリングフィールは自然。手のひらにはタイヤへの入力による。キックバックが伝わるものの、シャシー特性はニュートラル。コーナーでは意欲的にラインを選べる。セパレートシャシー構造が生むスカットルシェイクも、 筆者は気にならなかった。トライアンフの個性として受け入れられる。乗り心地はフラットで固め。背骨に振動が伝わるほどではないものの、モノコック構造ではるかに剛性の高い MGC ほど。サスペンションは仕事をこなせない。気がつけば大きな路面のくぼみは避けて運転していた。 ロングストローク型の4気筒エンジンはノイズが大きく荒っぽい。ハイリフトカムが組まれ低速域でのトルクと、引き換えに高回転域でのパワーを得ている。ドライバーの気持ちをつかむように、4速 MT には2速から4速で選択できるオーバードライブが備わり、実際は7速のようにも楽しめる。 どんな場面にも適したギア比が用意されている。穏やかで洗練された雰囲気を放つ MGC。MGC へ乗り換えると、毒気筒らしい滑らかなエンジンの質感へ引かれる。反応はおおらかで曖昧だ。重たいフロントノーズは、タイトコーナーで外側へ膨らもうとするが、アクセルペダルの加減でテールを振り回すことも不可能ではない。 ただし、大きなステアリングホイールのロックトゥロックは3.5回転とスロー。素早く腕を動かす必要がある。5000rpm までしか回らないが、不満ない加速には 3500rpm もあれば十分。反応がタイトとは言えないものの、シルキーな味わいのまま。低速域まで粘り強く対応してくれる。 ロングなギア比を補うように。ゼロ時速 97km 加速は10.0秒。1967年当時の動力性能としては、不足ないものと言えた。2台とも握りやすい位置へシフトレバーが伸び。変速時にギアの回転数を合わせるシンクロメッシュは丈夫。リズミカルに次のギアを選べる。 スタイリングは高をつつけがたい。TR4A のクリクリしたヘッドライトが心へ響く一方で、MGC のクリーンなボディーラインも捨てがたい。ボンネットの膨らみや MGB より大きなホイールも悪くない。イタリア車やドイツ車が高価だった時代に、MGC は巡ってきたチャンスを活かせなかった。少なくない小さな弱点は、 修正されることもなかった。追い打ちをかけるように、優れた日産フェアレディ Z。ダット 3240Z が日本から北米へやってきた。エンジンの印象は6気筒の方がベター。それを踏まえて、穏やかで洗練された雰囲気を。放つ MGC へ筆者は傾いてしまう。弱者を応援したくなる気持ちも加わって、 MGC とトライアンフ TR4A2 台のスペック。MGC1967 から1969年英国仕様。英国価格1102ポンド新車時。3万ポンド約483万円以下現在。販売台数8999台前長 三千八百八十六ミリメートル全幅千五百二十四ミリメートル全高千二百十九ミリメートル最高速度時速百九十三キロメートルゼロ時速九十七キロメートル加速十点零秒燃費六点七キロメートルパーリットル CO2 排出量車両重量千百十六キログラム パワートレイン直列6気筒 2912cc 自然吸気 OHV 使用燃料ガソリン最高出力 147PS5250rpm 最大トルク 23.4kgM3400rpm ギアボックス4速マニュアルトライアンフ TR4A 1965から1967年北米使用英国価格801ポンド新車時35000ポンド約563万円以下現在販売台数28465台全長 3962mm 全幅 1461mm 全高 1270mm。最高速度、時速 177km0 時速 97km 加速11.4秒。燃費 8.9km パーリットル CO2 排出量。車両重量 1222kg。パワートレイン直列4気筒 2138cc 自然吸気 OHV。 使用燃料、ガソリン最高出力 105PS4700rpm。最大トルク 18.2kgM3000rpm。ギアボックス4速マニュアル。